さあ、マインクラフトを始めようか。あ、そっか、ワールド名。ワールド名何しよっかな。ワールド名、いつもなんかペイントワールドとかにしてるから、なんだろうな。ワールドワールド。待って、ちょっと待って、今ミスった。ワールドワールド。これいいんじゃない？もう世界世界。すげえ！あ、シード地。シード地は、シード地はね、じゃあ、何にしようかな。これもワールドワールドでいいんじゃね？ワールドワールドで。で、そう。今回、サバイバルか、ハードか、どっちにしよっかなって悩んだんですけど、ちょっとね、挑戦してみていいですか？無計画なだけに、無計画にハードコアやってみていいですか？僕多分、シングルで、ハードコアやったことないので、どこまでいけるか、自分の力を試してみたい。そんなお年頃、ゴー！この待ち時間長いよね。あ、あ、あ、来た、あ、来た。これが、これがワールドワールドか。これがワールドワールドなわけですね。いや、意外と、あ、キノコあんじゃん。あんなバイオもあったっけ？まず。待って、あれ？あれ、羊じゃね？いいぞ、豚もいる！マジ、恵まれている！ワールドワールド。ワールドワールドだな、ほんとに。まあ、キー取ろう。ちょっといろいろと。近くを探索する前に作業台と、まあ装備、石装備一式は作っておきたいところ。最初みんななんかわかんないけど、一番最初に作るのって何ですかね。作業台作ってから作る道具。僕いつもあの木の道具作んないんですよ。だからこれで木の棒で木のピッケル作ったらもう地面掘っちゃって、で石がむき出しになってたらもう石を採掘して石の装備をもう先に作っちゃう。なんかもったいなくないですか、木の道具作るのって。なんかいつからか知んないけど、もうそういうことにしてる僕。30個取ったらいいか、だいぶ。まあ、ハードコアのプレイってどういう風にすればいいのかな。まあ、とにかく食料確保しないといけないよね。食料確保しつつ的な、安全に行こうって感じか。まあマルチじゃないから殴る相手もいないしマルチあるとねすぐ殴っちゃうからね、隔離始まっちゃうんだよね。羊めっちゃいるじゃん。やべえ。どんだけいいんだよ。困らねえな。これ羊って、なんかアップデートで、もう殺したら肉出るようになったよね。もう殺したらこれ肉出る。あ、来た来た来た。肉出るんだ。2個も出るじゃん。マジかよ。殺し放題じゃないか。いや、ダメ、やめダメ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 だ。ダメだ。殺したらダメか。全部。全部殺しちゃダメか。残しておいた方がいいな。今後使えるかもしれないから。あ、でも割とめっちゃいる。あ、鳥もいる。そしてキノコがあるっていうね。これ何バイオームっていうんだ、これ。これ何バイオーム？キノコバイオームじゃない。なんかキノコが生えてるけど何バイオームかわかんないけど、なんかいろいろとバイオーム追加されたよね。あー、羊がいっぱいだよ。羊パラダイスだ。羊が女の子だったらいいのに。最初って何するんだっけ。え、何すんだ最初。とにかくベッド作ろう。ベッド、はい、ベッド。うわ、ベッドで寝な、うわ。でもベッドで寝ても意味ないのか。リスポーン地点設定するっつっても死ぬ、一回死んだら終わりだから。あ、意味あるわ。夜が明ける。夜はね、最序盤は夜避けた方がいいな。早寝早起き。
朝ごはんしてちゃんと過ごした方がいいな。ねえ、拠点作りたいよね、拠点。だいぶここ開けてんじゃん。じゃあもうここに作る。まあまあまあ、このイタリアの評論家にね、あなたの建物はなんて神秘的なんでしょうってイタリアポイント90ぐらいもらったことあるんで、イタリアポイント90は多分どれ、まあ例で言うとピカソレベルかな。うん、だいぶね、まあピカソともだいぶ同期あのピカソとはすごい仲良かったね。一緒の部活でした。チェス部です、ちなみにね。できたわ。よし、え、何作ろうとしてんだ俺。違う、このダークオークの木を、もう漆黒の漆黒の原木、これ漆黒の原木、おお、ちょっと待って、漆黒の木材にしなきゃね。あ、こうだいぶ多いな。あれ28ぐらいでこんなに漆黒の原木、こんなに、嘘でしょ。だいぶ美味しい。あ、羊ついてきた。待って、ほら漆黒の羊じゃないこれ。やばくない、漆黒つながりだ。漆黒の羊、なんかお前、え、僕と一緒にこう暮らしたい的な、そういうこと。分かった、ちょっと待ってね。君の家を作ろう。簡易的だが君の家を作っちょ。逃げんじゃねえバカ。逃げたらいけないよ、もうお前は俺の虜だ。うらめえじゃねえ。そのうちガラスにしてあげるからいるよね、ちょっとちゃんといるよね。よし、漆黒の羊捕獲。待って、看板立ててやろう。漆黒の羊の家みたいな感じで看板立ててやろう。3つも作れんのか、もういらないな3つを。漆黒の、待って、漆黒の羊、漆黒の羊、オッケー。邪魔だー、この雑草が。どけー、どいてくれ、どいてよ、僕の家できないな、どいて。もう日が暮れてる、日が暮れてきてる。早く、あれ早くない、だいぶ漆黒が来るよ、そろそろ漆黒の闇来るよ。ちょっと待って、急いで家作ろう。簡単な家作ろう。最初はでかくなくていいでしょ。なんか増築していく感じにしよう。今回は増築スタイルにしよう。え、なんと、あ、駆動音か今のって。キュイーンウィンウィンウィンって音したよね今。まあシンプルイズザベストってって言うからね、シンプルなのが一番ですよ。あまり懲りずね、しかしオリジナル性を出していく、それですよ。あ、難しいとこですよね。あ、やばい、もう暗くなってきた、だいぶ暗いね。うお、めっちゃ綺麗じゃん空。こんな夕日をね、素敵な女性とでね、夕日が落ちてくよっつって、ほら星が綺麗だろ、君のためにこの星を準備しておいてるんだよ。ほら、あれが夏の大三角形ね。ほら、あれが、ほら、あれ待ってよ、あの星、待ってよ、あれはまさかまだ見つかったことのないあの伝説の星、漆黒星。